こんにちは、豊さん。なんだ阪神の監督は誰だ。監督の要請か俺に。しょうがないな、どこだチームは。阪神なんですよ。あ、関西に住まねえかんか。いやでもいいですよ。まあまあ、ファンも行くか。しょうがないか。ちょ、オファーは今のところは来てますか。全くない。阪神の縦島来たことはない。ない。あるわけないじゃない。そうですよね。いや、オファーがあったら受けるよ。阪神から来たら。ああ、受ける受ける。コーチでは嫌ですよね。やっぱり一回もうコーチされてるんで。ちょっと嫌だな。もう監督しかないですよね、そうなったら。コーチでも監督と同等のお金を出してくれるのだったらやる。それ厳しいですよね、同等って。わかんない、阪神お金あるもん。お金ある。ということで、今また話題になってるのが、再熱か。そうなんです。まあなあ、時期的にそうだよな。そうなんです。プラス今阪神がいい状態に来てるので。いや俺ね、もう裏で決まってると思うよ。え、大体クブクリン決まってると。それいつぐらいにも決まってる。いやもうね、そのクブクリン決まって、はい、こう8月もう入るでしょ、はい、まあ、8月か、はい、もう人事に動いてるから。あ、コーチとか。だから誰かがボロッと言うから。でもそれボロッと言ったらダメになっちゃったりとかって。まあケースもあるけどな、はい、ちなみにですけど、豊さんの耳に入って。ああ、ちょっと言えない。じゃあ、今上がってる。いや、豊さんの表情でみんな読み取っていくんで、今何名かファンの間でも上がってます、うん、まずお一人目、はい、元中日の監督ですよ、落合博満さん。ない。え、なんで。多分ないと思う、まあ、今 YouTube されていて、うん、YouTube でもね、結構的確に発言されてて、戻ってきてほしいと、監督として、うん、でも来たことないところに行くっていう。いや俺はないと思うな。え、なんでですか。ちょっとあまりにもおじいちゃんになりすぎてる。ひどい。ちょっと待って。いやいや、そう思わない。いや、まあまあ、俺なんか中日の時の毅然たる態度でね、はい、眼光鋭くっていうよりも、はい、なんかちょっとお年を召されたなっていう。そ、まあ、優しさだったりとか、ちょっと、ま、丸くなられてっていうことなんですか。うん、まあでもね、その監督は年とか云々とか言うよりも、うんうん、俺は新庄監督っていうのはある程度成功だと思うんだよ。ああ、日本ハム、はい、うん、で若手を活性化させていったりだとかね、はい、まあ、そういうチームではないけど、うん、なんか阪神のその虎のイメージに合うか。やっぱ監督ってやっぱイメージも大事だと思う。はい、まあでもね、ほら中日をあれだけ強くしたっていうのもありますし。でも同じことができるかどうかだよね。まあ、そうですよね、うん、で時代背景もあるし。まあ、時代変わってますからね、うん、今また。その時代に合ったことができるかどうかだよね。だからこっち寄りにするのか、向こう寄りに合わせていくのかっていうと、うん、すごく難しいけどね。落合さんができないとは思わないよ、はい、できないとは思わないけど、うん、もう少し若い監督の方がいいんじゃないのかなっていうの気がする。あ、なるほど。じゃあもう少し若いで本命じゃないかって皆さん言ってるのが尾形さんです。なんだ、元広島。ないと思う。ないですか。でもファンは結構湧いてますよ。まあ確かにね、実績としたらね、はい、まあ、広島3連覇とか、はい、まあいろいろあったけどもね、うん、それはそれなりの才覚っていうのはあるかもわからないけども、うん、わざわざ尾形呼ぶ。そうですね、呼んだら OB 大変なことなんじゃない。それはなんでなんだみたいな。まあそれは言う権利はないけどね、はい、俺岡田さんが黙っちゃいねえぜみたいな。岡田さんが、まあ、岡田さんも掛布さんもそうだと思う、うん、え、あいつみたいな。なんでみたいなって言いそうですかね、大目が。どういうことで大型なの。どうやらその生え抜きの選手の育成を強化していくっていうことを表明しているらしいんです、うん、岡田さんが。だからそこと、あ、だからその大型は育てられるっていうことだ、ね、はい、阪神にも育てられる人はいるだろう。いるだろうな。まあ今もそうだ。それはね、球団球団にいるよ、そういうスペシャリストっていうのは。まあ確かに他から呼んでこなくても、ええ、ただね、俺尾形は口下手だっていう、なんかそういうイメージがあるんだよ、はい、まあ、例えばインタビュー受けててもね、うん、だから口が達者だからとかどうのこうのというよりも、うん、コーチングってある程度やっぱこう話術だからさ、はい、だからそこら辺がどうなのかなって思うけどね。あ、だからそこにうまく入れるようなコーチだったりとかがいればいいけれどもっていう、うん、だからその尾形みたいにポイントで言っていくような感じだと饒舌じゃなくてもいいけどね、うん、どういう人を求めてるかだよね。そうですね。しかもわざわざね、
その広島の、ね、監督されたり選手だった人阪神が、ね、持ってくるかなっていうところが疑問ありますけれどもね。あとは対抗馬には平田さん、カツオちゃん、カツオちゃんね、はい、大学の時から仲いいの。ユタカさんと一個下なのよ、はい、でアメリカも一緒に行ってんだよ、はい、全日本で、うん、カツオちゃんな、はい、聞いてます何か。まあでもね、はい、阪神のその功労者だよね、はい、今二軍の監督をやったりだとか、うん、まあよく言うじゃない、藤本監督が全選手のことを把握できてるっていう、はい、まあ、平田なんてそうだよね、はい、全選手のことも把握できてるし、うん、ただどうなんだろうね、あまり長すぎるっていうのも良くないんだよ、もう結構長いから。ああ、そうなんですね。あ、だからそこも難しいところなんだよね。長すぎても良くないし短すぎても良くない。あ、長いか短いかって言ったら短い方がいい。あ、そうなんですね。と思うよ。その方が選手が新鮮味を受けるじゃない、うんうんうん、はい、ちょっと平田は長すぎたかなっていうような感じがする、もし監督でやるとしてもね、はい、となると、じゃあ真新しい人、はい、例えば藤川球児さんっていうのも上がってます。ないない、早い即答。球児がやらないって言ってたでもや、選挙もそうじゃないですか、僕は選挙出ませんって言って、まあまあそれは可能性あるよね、はい、それは俺を煙に巻いてるかもわからないけどもそうそういや、まだ僕早いと思うんですよねっていう、まあ、じゃあまだ解説をしてた方がいろんな勉強、うん、まあ、やりたいことがあるんじゃない、外で。ああ。でいつかは戻ってくるでしょうか。まあまあ、そう、もちろん、候補者とすれば、はい、絶対名前は上がって当然なですよね、うん、人だよね。あとファンも見に行きたいです。そうだね、で頭のいい子だからね、はい、だからやっても面白いと思うよ。ただ、はい、まだ時期じゃないって言ってた。あ、何人かを挟んでからになるんでしょうか、ね、うん、まあ、何人かというか、まあ、次やった人の次とかさ、あ、そういう感じ、ね、じゃあ鳥谷さんはない。これも即答。 YouTube に出てよって言ったら、うん、歌子さんいらんこと聞くもんってバレてる、バレてる答えらんないよってあれ？でもまだないと思う。鳥谷もまだ外の世界っていうのをあるんですか。あるんだと。あと、その皆さんネックになってたのが、鳥谷さんが一回そのロッテに行った最後行っちゃったっていうのがネックになってるんですかねっていうのも上がってたんですけど、まあそれもあるだろうね、多少はね。うん、うん、だけどまあそういうのは雪解けしてると思うよ。ああ、もうっていう、うん、ただ次ではないということですね、うん、となるとですよ、うん、やっぱりこの掛布さんとか見たい人多いですよね。掛布さんな掛布さんも名のらいの詐欺だよねだけど多分ないかな。でもまだその一軍の監督されてるのは見たことないですよ、誰も。だってそういう話からすると江川さんも見たことないじゃん、巨人の、うん、だからそういう人ってたくさんいるじゃない。まあそうです、ユニフォームは着てるんですけどね、掛布さんユニフォームは着ててもね、はい、うん、やっぱね時代が加速化してるよ。うん、うん、例えば今年のオールスターでもさ、はい、牧村上佐藤てるとか、うん、そういう若いクリーンナップでしょ、はい、結構若い選手が多くなってきてるよね。感覚というか感性というかさ、はい、そういうことに合ってこないと、はい、我々は外で喋ってるのはいいと思うんだよ、はい、ね、野球っていうのは同じスポーツだし、うん、でも触れ合える人間たちっていうのは、はい、ある程度感性とか感覚とかさ、うん、同じじゃないと伝わるものも伝わらないと思うんだよね、はい、だから最初に言った落合さんもそうなんだよ。ちょっとお年を召してるんじゃないかっていう、はい、だできないことはないとしても、うん、今本当に急加速で若返りになってるから、選手たちが、監督も若い監督多いですもんね、そう考えても、まあ、時代的に言えばね、はい、だからそれが正しいのか間違ってるのかって言ったらそれは分からないけど、はい、これから新しく監督やるっていう人は、うん、もう若手の方がいいのかなって、我々が出る幕ではない。まあ俺は出たいけどね出たいけど、ね、出たいけど、うん、だけど出る幕ではないっていうふうには思ってるんだよね。じゃあその岡田さん、岡田さんがはある、あ、唯一言いました、豊さんが今日あるという、うん、可能性があるっていうのは、はい、岡田さんが鳥谷を教育するんじゃないかなと思って、うん、じゃあ講師次期監督の、同じ早稲田でね。あ、そうですね。で岡田さんが監督の時に鳥谷が入ってきて、はい、鳥谷を使ったように、
藤本という選手がいたんだよね、あ、はい、それをどかして鳥谷を使ったと、うん、はい、そういう師弟関係が多分あるあって、阪神が監督としての路線を引くんであれば、はい、岡田監督をやらして、はい、鳥谷を次期監督として育ててくれないかという入閣か、これが一番なんか俺は流れ的にはしっくりくるんだよ、考えた時で未来への道筋もできますもんね。そう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 、じゃあそこはまあちょっと岡田さんもね年齢はご高齢にはなりますけれども、ご高齢ってお前俺より一つ上だからお前なんか、本当ですか、本当だよお前、失礼な言い方したな俺俺もご高齢か、本当ですか、私豊さんの5、6上なのかと思ってました。岡田さん、岡田さん一つで、そうなんですか、日米野球で同部屋、そうなんですか、可愛がってくれた、すごいお母さん可愛がってくれた。ちょっとそれ豊さんが若いのか岡田さんがあのなんていうんですか、貫禄が岡田さんだろうな、もう髪の毛も抜けちゃってな、そうですね、掛布さんはじゃあ岡田さんとかと、掛布さんは俺の3つ上、あ、じゃあ掛布さんって、あ、まあ、そうか、岡田さんより掛布さんはさ、俺大橋巨泉にしか見えなくなってきてるんだよ最近もそうですよね、そうそうですよね、そう、あ、その路線か、いやでも豊さん、はい、もう一つ路線が私あると思うんですよ、何、これで阪神今2位ですよ、うん、あの借金生活から貯金ですよ、うん、これで優勝したら、うん、もう一回俺って、代打俺じゃなくてもう一回俺って矢野さんが撤回するんじゃないかってなあ、撤回したらもう大変なことになるよななりますよ、嘘つきやこの野郎みたいになるよ確かにあれは何なんだろう、いやいや、だって今年も矢野監督は優勝すると思ってスタートしてるからね、はい、借金16なんて抱えるなんて思ってなかったのスタートの時に、はい、思わぬ借金背負ってさ、はい、まあ、返済をし、うん、で優勝に向かってるという、はい、だから最初から優勝してもやめるつもりで言葉を発してるから、はい、だから成績云々というよりももうやめる腹は決まってるよ、あ、でも欲って出てきた、いやいや、そこでね、うん、変えるようだったら監督なんかできないよ、まあそうですね、気もあの腹据えてってことですもんね、そうそうそう、あ、腹据えての腹といえば、お、あの出てたのが原監督、もし巨人が最下位なら監督交代、名前どなたが上がってたと思います、誰、中畑清さん次期っていうのが上がってるんですよ、各週刊誌で、中畑さんはやりたいだろうなDeNA の時に敵になったじゃない、はい、あそこだけは絶対倒すって言ってたんだよね、巨人も、うんうん、それは逆に愛情の裏返しかなっていうふうに捉えてたんだけどね、はい、やっぱりジャイアンツ大好きな人だもんな、いや、そうですよね、あ、長瀬さんはね、まあ、チャンスがあったらやらせてあげたいけど、はい、やらせてあげたいって偉そうに言うけどね、やってもらいたいけど、はい、まあ、だけど原監督ってさ、はい、一時代というよりもジャイアンツで監督やって、はい、一番勝ってる監督でしょ、はい、それを最下位になったからって安易に動かすっていうことはできないよね、あ、これは原監督がもう辞任しますと責任を取ってって言ったらあるけども、うん、はい、球団が圧力をかけて言える人じゃないよね、だってジャイアンツが苦しい時にまた原監督に再登場してもらってまた優勝させたわけだから、うん、それは簡単ではないよね、原監督の性格を知っている豊さん的には最下位になったとしても、いや、最下位で辞めれるようなやつじゃないよ、辞めるんだったら優勝して辞めるよ、そっか、で身を引かしてもらうと、そこら辺はカッコつけるよ、まあでもそのぐらいの名将ですもんね、いや、そうそうそう、原監督は、ね、そうやっていくと長田監督の年齢が気になってくるよね、いや、そうなんですよ、うん、もうね、まあ、いつまでも若い人だけどね、あ、気持ちがそうですね、感覚的にね、うん、それとは若手とか、まあ、取り入れるのもすごくうまいしね、うん、やってもらいたいけどね、そうですね、そうしたらだって一緒に戦った DeNA のメンバーなので多分呼ばないと思うなんで扱いにくいと思う扱いにくいんだ俺はね本当に扱いにくいと思うそうなんですね、でもですよ、仮に実は巨人のユニフォームを着ることになったと、豊さん来てくれ、コーチとしてもう一回巨人にですよ、どうします、言われたら FA で選手を取らないんだったら行きますと、
もし仮に来てくれたらね、はい、うん、選手育てましょうって、うん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 、ね、やっぱね FA で取るとねドラフトのね緊張感もなくなるんだよ多分。編成とか、はい、編成一生懸命やったって FA で取ってくるから、うん、もういらないわけよ編成とかドラフトとか、うん、だから、うん、いい選手なんだけど育ってないなとか、はい、育ちが遅いなとか、うん、そういうことになってくるから、だから一回ここら辺でねジャイアンツはねやっぱそういうシステム的なものも含めて立て直した方がいいと思うんだよね。そうですね、うん、やっぱ勝たなきゃいけない勝たなきゃいけない、もう上昇でいかなきゃいけない、うん、我々は負けられない、もうそういう時代は終わってるから。そうですね、本当に、うん、それを条件を飲むんだ OK だったら声かけられたら行ってもいいよと。あとは金して